皆様こんにちは。あられに小弓の声やらせていただいております神谷博史です。物語シリーズでは恒例となっております後語りですが、今回は2016年1月8日から全国劇場で公開されました傷物語を振り返っていきたいと思います。さて、今回ですね、一緒に語らっていただくのはこの方々です。はい、皆さんこんにちは。キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード役の坂本真綾です。皆さんこんにちは、羽川翼役の堀江優衣です。皆さんこんにちは、推しのめめ役の桜井孝弘です。よろしくお願いします。お願いします。長いですね、まやさん。長いね。これは省略していいのかどうかいつも悩むんですよね。そうだね、キスショット役、はい、でもいい気がしますけれどもね。1日1回は言うように、2回目からもキスショットになるかもしれませんけど最初で最後の。はい、まあ、後語り史上初4人での後語りということで、なおかつ CD じゃなくて本編の中の別映像として収録されているらしいので、まあ DVD ディスクの中に我々の声が収録されてるわけですな。奥が深い。ははそれだけの番じゃないんだね。じゃないってことですね。ちゃんと喋らないといけないね。そう、いつもちゃんと喋ってる。CD もですよ。で、特典 CD の方にはサントラが入っているみたいなので、はいはい、そちらの方も合わせてお聞きいただければというふうに思うんですけれども、まあ、今回はですね、傷物語の、3の霊血編の中に入っているものなので、霊血編を中心にではあるんですけれども、まあ、傷物語3部作を広く、語らっていこうじゃないかと。まあ散々ね、いろんな媒体で、取材等だったりとかでお話しいただいているとは思いますけれども、はい、まあ、改めて我々の声でお届けするっていうのは初めての試みですので、その辺は気にせず、はい、同じ話でもいいので何回でもしていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。まあ、一応説明しますと、傷物語とはこういうのいるかないるかわかんないですけど、まあ、物語シリーズ第2弾です。通巻では3回目になります。まあ、上下巻だったんでね、化け物語が、で、講談社ボックスより2008年5月に刊行されております。時系列的にはシリーズの最も過去にあたる前日版となっておりますと。で、上映スケジュールなんだ、上映でいいのか、は2016年1月8日から、傷物語1鉄血編、で、同8月19日より、熱血編ですね。で、年をまたぎまして1月6日2017年1月6日からですね、完結編となる、本ディスクですね、霊血編が、全国劇場でアニメーション映画として公開されております。まあ、前日譚をやっと、皆さんにお届けだねできるっていう風に、はい、なんだろう、まあ、そもそもその決まりました、から、まあ、結構間が空いて、そこにやっとたどり着いたじゃないですか。台本もらった時皆さんどう思いました？覚えてない。いや、ついにやるんだなとは思った、けど、なんか私は特にやっぱキスショット役はオーディションがこの傷物語の台本で受けてるので。そうだよね。あ、夢じゃなかったんだっていう。そう、初登場が偽物語にはなってるけど、はい、実はそうじゃないんだもんね。そうなんです。だから、あの、偽。私、偽から出ました。偽から出た。偽で初めて喋った。偽の、アフレコのちょっと前にオーディションがあって、それはキスショットのこの、傷物語のセリフだったんですよね。だから、あれ、傷物語、やっぱりやる、よかったっていうことですね。言葉を選びすぎてもうどうしたらいいか分からない。しょうがないですよ。でもそれで、嬉しかったんですけど、3部作っていう風になると思ってなかったんで、ね、おーって思いましたね。まあ、大石さん一人でコンテを抱えまして、出来上がってみたら3時間を超えてしまったので、すごい。3分割にしますっていうことになったじゃないですか。マジかと思ったんですけど、まあ、鉄血にして、冷血にして、熱血の吸血鬼。鉄血にして、熱血にして、冷血です。冷血の吸血鬼か。はい。という。全部入ってますね、タイトルに。そうそう。っていうふうなことを名乗っている、キスショットになぞらえて、それぞれ、うまいこと。ね、うまいことやりますね。鉄血編、熱血編、冷血編っていうふうに。これでも順番覚えられなくないですか？私、何がどれだっけっていつもなっちゃうんですよ。でもね、わかる。確かに。難しい。鉄にして、熱血にして。確かに、どれが鉄血編で、どれが熱血編で、どれが冷血編だか、わからなくはなりますけど、鉄血編さえ覚えていただければ、
傷物語2の熱血編はバトル中心なので、はい、熱い展開であるっていう。なるほど。で最後、まあ、冷血編はこの物語は、バッドエンドの物語なので、まあ、冷たく終わっていくというふうに考えていた。神谷さんの覚え方、うん、すごい賢い覚え方でしょ。俺ね、あいうえおで手ねれってあいうえお的に本当だ、すごいね、れ、他行、な行、あいうえお気づかなかった。俺はそもう覚えやすいやつだ。へ、それは確かにそうか、子供みたいな覚え方ですね。すごい、まあ、皆さんどういう風に覚えてる。本当に